末まつる。末まつる。しっかり末まつるぞ。末まつる。末まつる。末まつる。その意味は、困難なことに対しても諦めずに頑張っていく、そういう意味です。末まつる。今日の、アラビア語講座は第3回ですが、お買い物編です。まずですね、名前を言う場合がありますので、そこについて、これを紹介します。私の名前は末松です。というのはどういうかというと、イスミ末松と言います。イスムが名前、イーが私のという意味なんですね。だからイスミ末松。値段を聞く、いくらですかというときなんですけども、これはアラビア語でビカムハーザと言います。これをアラビア語で書くと、ビカム、ビカムハーザ。ビカムというのがいくらということで、ハーザがこれ。だからビカムハーザでこれいくらというのが、まず値段を聞くときです。そして、私はこれにしたい、これを買いたいというときは、ウリードハーザと言います。これはですね、ウリードというのは欲しい。そしてハーザというのはこれ。ウリードハーザ、これを欲しいです。で、値段を提示されて、で、安いと思ったらですね、ハーザ・ラヒース。ハーザ・ラヒース。高いなと思ったら、すかさず言ってください。ガーリー。ハーザ・ガーリー。ガーリーといえば高いと。この向こうの商人が高いなと値段をふっかけてきたときはですね、これ高いとはっきり言ってください。ハーダ、これね。ガーリー。とにかく何かあったら、とにかく瞬発的にガーリー、ガーリーと言われて、これで向こうがもっと値段を下げてきます。それを使ってください。これは役に立ちます。